女たちの一人の黒田節子です。ここに来るのはご無沙汰、久しぶりです。皆さん本当にいつもご苦労様です。正直言って多分ここでは言ってもいいのかなと思って話しますと、うさぎ追いしかの山、この歌は私あまりにもきつすぎて歌えません。そしてこの思いは私だけではなくて、聞くところによって私もそうなんだっていう人がいっぱいいます。それと同じようにちょっと違和感を覚える、まあ距離がありますからね、それは当然のことです。皆さんを全国の皆さんを責めるということでは全くありません。誤解しないでほしいんですけれども、よく言われる言葉にですね、福島を忘れるなと、本当にその通りです。忘れてもらったら困ります。でもその時忘れるなという言葉にやっぱり違和感を覚えるのは私だけではないんですね。忘れるっていうことは一度確認して一度覚えてそれから忘れるってことでしょ。福島のことは皆さん専門家本当に嘘ばっかりついて実は何も分かっていないんだと思います。何も分かっていないのにどうして忘れるなと言えるんでしょうか。まあ、そんな気持ちがいつもあるんです。ごめんなさい。私のごく個人的な経験っていうか、郡山の最近の話です。郡山の中心部です。住宅地のど真ん中にたまたま赤って発見、まあ、数値が分かったんですけど、0点じゃないですよ、5から7マイクロシーベルトパワーはたまたま発見された。でそれは私の知ってるとこです。でそれは3つの検知器で測ってます。ばらつきがありますからね、それはしょうもないんですが、それは特殊な例ではなくてね、測りさえすればあちこちに出てくる。5、7っていうのは100倍 0.05 がまあ大体標準、昔の標準値と言われてますから、5っていうことは100倍です。例えば100倍の味噌汁飲めますか皆さん。これ分かりやすいのでよく使わせてもらうんですけど、100倍の汚染、そういう中で私たちは毎日息をしているわけです。100倍以上です。もちろんホットスポットですから全部の空気がそういうわけではありません。しかしそのすぐ近くを子どもたちがキャッチボールしたり、あるいは通学路にそこをみんなして通るわけです。そういうところにとんでもない数値がまだまだたくさんある、測りさえすれば出てくるという状況が福島市郡山ではザラだと思います。そういう意味で数値っていうのは私は苦手分野ですけれども、一つの放射能は匂いも何も見えないものですから厄介なので、数値というものは大事です。先日少し前にですね、福島市で除染問題に関する、有識者の意見交換会とか、正式にはちょっと間違ってるかもしれないですが、というのがありまして、そこで、何が話されたかといって一般市民は傍聴を許されなかったんですが、女たちの2人がうまくこう潜り込むことができた。でそこで話されたのはですね、除染っていうのがどうもお金がたくさんかかる割にはあまり有効ではないと、いつの間にか戻ってくるので、その除染を、まあ、ちょっとやめてですね、除染の、まあ、目標値っていうのがあったわけですね。 0.23 パワーはマイクロシーベルトパワーですね。それは、まあ、一応年間1ミリということから計算すると0.23になるんですが、それを倍ぐらいの倍から4番ぐらいの間にどうも引き上げるのではないかという話が あってですね、それは大変なことです。除染をもっと緩めていいのではないかという、
その話があったのでね、それで大変なことだと言って、傍聴に行きました。で実際そこで専門家が話したことは、除染はどうもなと、このそれはその場の除染ではなくて、これからは個人を測るようにしたらどうかと。つまり去年あたりから子どもたちはガラスバッジというものをつけさせられてですね、個人の被ばく量を測るという方法がどうもできてきているわけです。でこれは非常に欺瞞に満ちた測り方です。子どもたちはいつも忘れたりします。学校でさえも体育の時は危ないからちょっと置いてきなさいと先生がそういうぐらいですからね。そしてガラスバッジ表につければ背中からの線量は7割ぐらいになるそうです。どうも全方向からの被曝量を正確に測れない、定年低いものでしか測れないというガラスバッジです。でそういう方向にどうも国は持っていきたいということが明らかです。昨日、環境省でのですね、院内集会、FOA ジャパンの人たちが主催してくれました環境省交渉がありまして、やはりそのことを言ってました。場の管理から個の管理、個人の管理に被曝量を測ることをやっていこうということを明らかにどうもしています。これはえらいことです。皆さんもう本当にいろんなところで嘘をつかれ、欺瞞に満ちたやり方で私たちは福島をもう本当に亡き者にされようとしている。子どもたちの甲状腺がんが89人も、まあ、濃い疑いも含めてですが発見されている。いまだにそのことを原発由来の放射能のせいだということを認めていないわけです。こんな国のやり方に私たちは以前から抗議の声を上げています。もう本当にめちゃくちゃです。とはいえ私たちは諦めることもできません。どうか皆さん声を上げ続けていきましょう。今でも子どもたちが、夏はマスクをやはりしません。暑いので子どもたちがいっぱいいます。逃げられないでいます。子ども支援法は一体どうなっていくのか、被災者支援法はどうなっていくのか、どうか皆さん熱い応援をよろしくお願いします。ごめんなさい、最後に、私たちの全ての怒りを込めて7月3日、環境省行動ということで今度福島の女たち主催でまた退去してやってきます。どうか皆さん一緒に参加してください。環境省の申し入れ、石原大臣やめなさい、責任を取りなさい、環境省は福島をバカにするな、そういうことを具体的に自分たちの身をもって、つまり代議員をまたやります。どうか一緒に全国の皆さん一緒に参加してください。今日発行されましたタンポポ社のいつものチラシの中に織り込ませていただきました。どうか皆さんこれを広報してください。全国に広報してください。よろしくお願いします。